こんにちは、ギリナナです。今日はこちら太さの違う糸、細い糸と太い糸を使って小さめなバスケットを作ってみました。小物入れとして使えると思うので、もしよかったら編んでみてください。で、だいたいサイズが横が15センチで、こちらの幅が10センチぐらいになっています。で、高さは 5.5 センチになっているんですけども、もうお好きな形、今回楕円にしたんですけど円でもいいと思うし、もう偶数とか奇数とか目数関係ないので、お好きな大きさで編んでみてください。で、余り糸とかで細い糸と太い糸があったりして、何に使おうかなとか組み合わせるのが結構厳しいなっていう時が私は結構あるんですけども、そういう時に太い糸と細い糸を使って何か小物入れを作るのもいいんじゃないかなと思います。はい、では2本取りにして楕円を編んでいきます。鎖編みを12目で作っていきます。鎖編みを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、鎖編み12目編めました。で、そしたら片方に3目ずつ合計6目増し目をしながら楕円を編んでいきたいと思います。で、もし楕円の編み方がわからないなという方は、こちらの動画の説明欄にリンクが貼ってありますので、そちらをご確認ください。では、上に書いてある段数まで楕円を編んでいきたいと思います。はい、8段まで編んできました。で、最後にスチームをかけています。それはかけてもかけなくても大丈夫なので、ピシッとさせたいなっていう方はアイロンがかけられる糸、スチームを当てられる糸でしたらかけるといいかなと思います。で、だいたい私の場合サイズが横が14センチぐらいで、こちらが9センチぐらいになっています。でも段数はお好きな段数で大丈夫なので、円でもいいし楕円でもいいんですけど、もう大きさもご自由に作ってみてください。はい、では次は9段目。9段目は筋編みを編んでいきます。鎖一つで立ち上がって、向こう側1本2針を入れて細編み、細編みの頭の奥側ですね、こちらの奥側の1本だけ2針を入れて細編みを1周編んでいきます。で、ちょっとカクッとさせるような感じにしたいので筋編みを編んでいきたいと思います。では、ぐるっと1周編んでいきます。はい、ぐるっと1周編んできて1目残っている状態になっています。で、ここで引き抜くときにこちら輝きを使っていこうと思います。最後の1目に針を入れて糸を持ってきます。で、引き抜くときに輝きで引き抜いてしまいます。で、一番最初の筋編みの頭ですね、引き抜いたところ、立ち上がり最初の頭、こちらに針を入れて、で、引き抜きます。で、こちらの白い方、エンジェルコットンは後ろで休ませておきます。で、次は10段目。まずは鎖一つで立ち上がります。で、今編んだところ、細編みの筋編みを編んできたんですけども、それの頭ではなく足の部分ですね、頭ではなく、この1段を編みくるむ感じで編んでいきます。細編みで、次も頭ではなく足、こんな感じで一周編んでいきたいと思います。はい、端の方まで編んできました。で、一番最後に1目残っているんですけども、ここにはこちらで糸を持ってきて引き抜くときに色を変えていきます。こちらの白い方で引
引き抜いてしまいます。で、黄色い糸は後ろで休ませておきます。で、一番最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。で、これで10段目が編めました。で、次11段目、11段目は鎖1つで立ち上がって、今度は頭に細編みを編んでいきます。太い糸では頭に細編みを編んで、細い糸は1段編みくるむ感じで細編みを編んでいきます。では最後までぐるっと編んでいきたいと思います。はい、端の方まで編んできました。で、一番最後の目で引き抜くときに色を変えます。で、一番最初の細編みの頭引き抜いたところがあって立ち上がり、最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。で、これで11段目が編めました。で、そしたらもう10段目と11段目、ここの部分ですね、ここと同じように編んでいきます。鎖1つで立ち上がって、黄色い糸では1段編みくるみながら細編みを編んでいきます。その時に細い糸なので太い針で編むんですけども、もうゆったりというか、頭がこう大きくなってしまっても全然大丈夫なので、逆に小さいとこう詰まった感じに次の段細編みを入れる時になってしまうので、もう緩く編んでしまって大丈夫です。こう伸ばす、頭を伸ばしてしまっても大丈夫なので、こんな感じで編んでいきます。で、この上には私の場合だとこちらの白糸で頭を拾いながら細編みで、次はまた色を変えて細い糸で一段編みくるみながら細編みというように編んでいきます。で、色によってだいぶ雰囲気も変わると思うので、お好きな感じで、段染めとかでもきっと可愛いと思います。で、同じぐらいの太さで編んでしまうと、こう間から色がこっちで、これだと白色ですねが見えなくなってしまうんですけども、細い糸と太い糸を使うことで、こう色が2色出てくる感じになります。結構余り糸でもこう細い糸と太い糸が余っていたりとか、やっぱり糸の太さが違うものが余っていたりする時があると思うんですけど、こんな感じで使うと結構いいんじゃないかなと思います。では10段目11段目を繰り返しながらしばらく編んでいきたいと思います。段数はお好きな高さで大丈夫なので、私は上に書いてある段数まで編んでいきます。はい、21段目まで編んできました。で、ここで終わりにしたいので、一番最後は引き抜くときに色を変えずに、このまま白で細編みを編んで一番最初の目に引き抜きます。で、こちらの細い方、こちらはカットしてしまいます。糸処理できる分残してカットします。はい、では一番最後は何でもいいんですけども、筋編みでもバック細編みでもねじり細編みでもいいんですけども、私はバック細編みを編んでいこうと思います。鎖一つで立ち上がって、で、後ろに向かって細編みを編んでいきます。後ろの目に頭ですね、針を入れて糸を持ってきます。このまま引き抜く。で、次の目にも針を入れて糸を持ってきて、このまま引き抜くというように端まで編んでいきたいと思います。苦手な方はもう引き抜き編みとかこのまま終わりにしてもいいと思うので、お好きな感じで仕上げてみてください。
ではぐるっと一周編んでいきます。はい、ぐるっと一周編んできました。でここでカットしてつなげてもいいんですけども、ちょっとここが間が空いてしまうので、一番最初の目に針を入れて、ここでまたバック細編みをしちゃいます。これはしなくても大丈夫です。でこれで糸処理できる分残してカットします。で糸を抜いて、このまま後ろで糸処理をして、他の部分も糸処理をしておきます。はい、こんな感じでできました。でちょっとタグをつけています。でだいたいサイズが高さが 5.5 センチぐらいになっています。こうした時にだいたい15センチ10センチっていう感じなので、サイズはもう自由に、これは偶数奇数関係なく編めるので、お好きにアレンジをして好きな高さ好きな大きさで編んでみてください。で同じぐらいの太さの糸だと、こう間があんまり開かないと思うので、太い糸と細い糸を組み合わせて作るといいかなと思います。では今回は太さの違う糸を使って小さめなバスケットを作ってみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。